내가뭐했노?一緒に動かないで。ねんねしてなさい、ねんね。お座りしてなさい。うん。なんかずっとね、おしっこが漏らせなかったのがさ、なんか、こっちこっちやらかしてたらさ。なんか高いあれに入るのが嫌みたいな。砂まずは自民の藤川雅人さん、元財務副大臣、3回目の当選を決めています。そして、公明の里見隆二さんも当選です。残る2議席の争い、注目は維新の広沢一郎さんです。河村拓司名古屋市長が率いる地域政党、減税日本の元県議、副市長も務めた丸田中華大、広沢さんは出口調査で 13.9%、 そして4番手には立憲の斉藤義孝さん、組合員53万人の連合外地の組織内候補です。そして5番手には国民の伊藤孝恵さんです。伊藤さんと君が…え?怪我?やんもう、